カルズ TV 品前カンパニーライブ TV アフタートーク2周年スペシャルスタートです。はい、勝手に今2周年スペシャルにしましたけど、はい、はい、というわけで先に名前の紹介に行きたいと思います。どうぞ。はい、君島美鈴です。よろしくお願いします。イエーイ。どうぞ。はい、松田よしきです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、篠宮レイカです。お願いします。お願いします。はい、というわけでですね、 YouTube をご覧になっている皆様、このチャンネルでは週3日から4日、この番組以外にも多数の番組を制作配信しておりますので、もしよろしければ YouTube 内にあるクルーズ TV のチャンネル登録、いいねボタン、ベル通知設定をしていただいて、チャンネル盛り上げにご協力ください。イエーイ。お願いします。はい、というわけでですね、もう篠宮カンパニーも2周年を迎えたということで、すごいよね。2周年って実はないですか、他の番組。24回目っていうのはないんじゃないですかね。へー、それはそれ一番長い、ご長寿です。ご長寿番組。いや、なんか本当にね、あの最初始まった時はどうなることやらって思ったんですけど、うん、まあちゃんとこの番組がね、なんかこう大喜利番組としてね認知をされて、そうね、なんか大喜利が好きな人がねすごい遊びに来てくれるようになったのがね、なんかちょっとかなり特徴的な番組ですよね。どうなんですか、大喜利が好きな人が遊びに来てるのか、うん、遊びに来てる人が大喜利好きだったのか。いや、でも大喜利が好きな人が遊びに来てると思います。なんか本当に私なんかまあちょっとコロナの時に配信アプリ、他のショールームじゃないやつやってたんですけど、なんかそこで大喜利もやってたんですよ。この篠宮カンパニーライブ TV でもっと上手くなろうよみたいなんでやってて、そこでなんか大喜利のタグを見てきた人が未だにいらっしゃってますね。あ、そうなんや。そうですね、なんかもちろん篠宮カンパニーは大喜利がちょっとこうみんなやるようにしてくれてるのはあると思うんですけど、そうそうそう、だから本当にありがたいことなんですけど、なんかどんどんみんなレベル上がってますよね。そう、どんどんレベル上がってるんですけど、なんでか演者側のレベルは上がらんというか。いや、なんか今リアクションしてなかったですね、なんかあーみたいな。そうそう、いやね、なんか受け身、受け身、確かに、はい、大喜利のね、後のあ、リアクション？ああ、あ、みすずちゃんめっちゃ上手だったし、なんか逃げるの上手くないみたいな。私が怖いから、私が怖いから、はっみたいな。もう勢い大事ですよね。いや、そうですよね。同じこと言うのも、なんか勢いめっちゃ大事やなって思う。うん。うん、いや、なんか最近はなんか、はい、なんで笑ってるの？はい、あのね、心席にいる人はね、なぜかね、独特な、なんかマイワールド持ってる人が多いんですよ。うん、なんかリナサナさんとか、そう、リナサナちゃんとか、あとお笑い芸人のケントさん、ケントさん、ケントさん、ケントさんはね、どちらかというとみんなのなんかサウンドバックに、あー、そう、イメージそんな感じですね。確かに、もう嫌だよ、俺本当にお笑い芸人のやめたわとかなんかね、そう、遊ばれちゃうんだよね。だから大変な位置なんですけども、はい、本当にいいで、まあ、まあ自分もどう立ち回れば正解なのか未だに分かってない。そうです、大丈夫です、ここの席に座ってる人誰も分かってませんもはやご安心ください。はい、はい、というわけでね、なんかもう冬もう寒くなって、急にね寒くなってきたんだけど、ちょうどがないっていう。そうそうそう、本当に私も衣替えが間に合ってないので手袋でごまかしながら毎日を過ごしているんですけど、半袖なんですけどね、まだこういう長袖の服を出せてないんですけど、まあ七分、まあ七分と半袖ぐらいしかないの。だから本当に今舞台の稽古すごいじゅんぐり行ってるんですけども、うん、どこの稽古場にいても寒くないのというね。ああ、みんなに言われるんですよ。なんかそう、あれじゃないですか、稽古したら余計暑くなりません？だったら半袖の方がいいっていう。いや、そうそうそうなんだけど、なんかやっぱり今稽古してるのは生身ティアラっていうガールズ舞台だから、なんかそのなんて言うんだろう、やっぱ女の子は寒がりみたいな風にね、演出家が思ってるので。あ、そう、そんなことないと思う。あ、じゃあ理想をちょっとぶち壊していくタイプ。あ、もらえる、死ぬのね、寒くなるみたいな感じで笑ってくるんですよ。古谷さんっていう人なんですけど、まあ、よかったらあのツイッターフォローしてみてください。面白いおじちゃんなんでね、探してみよう。で、まあね、みんないろいろ活動されてるということで、最近はみすずちゃんとかいかがですか？撮影会とかも寒くなってきた、服が変わるんじゃん。あ、そうです。でも結構なんか、うん、
衣装って言ったらなんかちょっと大げさですけど、うんうん、でもやっぱりどうしてもなんか半袖とかそういう感じの服装を好まれる方とか、なんか指定してくる方は大体ちょっとそういう感じが多くて、でも別に私服なんでもみたいな感じやったら割と自分が好きなもう長袖とか季節感しっかりなんか出した感じの服装で行くんで、うん、まあ、半々っちゃ半々かな。そうなんだね。なんかそうだよね。なんかそう、今思い出したんですけど、モデルの撮影とは反対なんですよね。冬に夏の撮影して夏に冬の撮影をするので、まあなんか私的には冬に夏の撮影をするのは全然まだ耐えれるんですよ。寒い、いや寒いですよもちろん、はい、でもまだまだね、自分的にはその自分の美術的なものは壊れないから自分的には大丈夫なんだけど、夏がなんだろう、うん、夏に冬物の撮影するのは本当にしんどい。暑いんですよ。汗とかすごい出てしまう。逆や、私は逆ですね。あ、本当？寒いのが無理で、うんうん、耐えられない。もう長時間がしんどくなっちゃうから。でも暑い日にやったら、まあ、ちょっと我慢したらいけるかなみたいな。あ、本当？はい、いやもう私なんかいつもこれ映像っていうか映画とかの撮影もそうなんですけど、うん、なんか私たちも汗出るじゃないですか。そしたらスタッフさんとかカメラマンさんとか、はい、周りのメイクさんとかが特になんか大丈夫ですかとかで仰いでくれるんですよ。ありますよね。でもどう考えたってヘアメイクさんとスタッフさんの方が汗かいてるんですよね。そう一番汗かいてる。いやそうで、なんかでマネージャーさんとかがこう日傘とかさしてくれるじゃないですか。なんかもう居づらいんですよ。私なんてもうほっといてくださいみたいな気持ちになってくるよ、だんだん。そう。でもやっぱりお、まあちょっと慣れてる人とかになってくると、冷たいのがいいねとか言ってまだ慣れないですね。あそこまでにはいけない、まだ。いやそれが良さですね、レガの。いやでもね、本当に暑くないですかとか言われる、大丈夫ですか心配になりますよね。やっぱ大丈夫かっていう。やっぱスタッフさんがもう本当にいろいろハードですか。いやハードなんですよね。もう本当に女性とか男性とか関係なくて、スタイリストさんとかヘアメイクさんとか特に、もうものすごい持ち物多いんですよ、あの人たち。スタイリストさんもヘアメイクさんもだけど、なんか結構キャリーとか、なんかそのロケバスで行けるやつだったらいいんですけど、ロケバスで途中まで行ってなんか上がらなきゃいけない階段とかお寺とかそういうのとかだと、そうなんですよ。バスで下までは来れるんですけど、そっから登んなきゃいけない。それもうここにこういうなんかもう旅行バッグみたいな大きいやつ持って、キャスターケースバーンみたいな感じでこうみんな持っていくから、すごいなと思ってね。たまになんかこう制作チームのちょっとお偉いさんっていうのがこう見に来るわけですよ。でなんか遠慮がちゃ申しますよとか言うんだけど、大体は若い綺麗なヘアメイクさんとか、ああいうパリッとしたスタイリストさん、結構ですとか言いながらパパパパって持っていくから、かっこいいなって思いますね。本当にすごいんですよ。バッサリなんでね、あの人。いや私もああいう強い女になりたいなっていうのを日々思うんですけど、かっこいいですね本当に。うん、いやなんかね、現場にいるスタッフさんってすごいよね。すごい、ね、すごい、そんなに臨機応変に。なんかね、うん、そうスタッフさんでもなんかめちゃくちゃなんか、うん、なんて言うんだろう、元演者の人とかも言いますよね。カメラマン元演者だったり、うん、やりながら裏でもやっている、うん、そう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 。だからなんか本当に最近まだこれ情報解禁してないんで言えないんですけど、ある、まあ、その企業さんの、はい、お仕事行った時に、なんか知ってる行動だなと思って、でもマスクしてからあんまり分かんなくて、で、まあ、1日映像撮影終わった後に、あ、篠宮さんって言われて、あ、僕何々で共演したなんとかですって言われて、もう4年ぶりとかに会って、へえ、すごい。今なんかこうスタッフっていうか映像の方もやっててみたいな、まあ、俳優としてもやってるんですけどって言われて、へえと思って、なんかこの人に向かって私はカメラを向けて、なんとかちゃんちゃんみたいなことやってたのかと思ったら、ものすごい気持ちになったんですよ。せめて最初から言ってくれないかっていう。後出しじゃんけんされてもねと思ったんですけど、まあ、ちょっとした気恥ずかしさがありましたけど、スタッフ側もちょっと気使っているのはあるんじゃないですか、まあね、いきなり言うのも多分ね。そうなんだと思うんですけど、多分だからなんか結構ね、面白いですよね。なんか意外なところで、うん、確かに。いや本当そうなんですよ。元演者さんとかのスタッフさんとか、今演者やりながらやってくれてるスタッフさんで、演者側の気持ちが分かるから、照明さんとか音声さんとかが元演者さんの場合って
パッと照明の向き変えてくれるんですよね、綺麗に見えるように、多分女の子は気にするとこ分かるんで、あ、これもうちょっと近づけた方がいいと思うんですけどって言って、パッと言ってくださるので助かりますね、本当にありがたいなって感じなんですけど、そう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 。なんかよしきくんは現場であった最近の事件とか。最近の事件はもともと劇団の養成所の出身なんですけど、その養成所の先輩とかたまたま現場で一緒になって挨拶しようとしていたんですけど、やっぱちょっと現場の押したいとか、入れ違いとかで挨拶できなかったなっていうのはあったんですよ、ね、あ、そうなんだ、なるほどね。やっぱりそのやっぱり知ってる方だったので、やっぱあしないといけないなっていうのは絶対に挨拶はして、まあやっぱりしっかり面積はない方はちょっと難しいかもしれないですけど、でもそういうとこはやっぱりしっかりやらないといけない。そうそうね、そうですね、もう勇気を持って。いや確かに律儀なんですよね、よしきさん。確かに性格が出てるね、今のトークにも。そう、真面目なんですよね。本編ではね、よしきさんの年齢が明らかになるっていうね。今日初知りやった。初知り、うちら初知りだからびっくりした。びっくりしたわ。もうツイッターで普通に年齢の載っちゃってるんだよ。あ、そうなんや、なるほどね。よしきくんはしっかりしないと、お母さんからダメ出しが来るらしい。あ、そうなんや、お母さんからダメ出し来るの。一番最近ので、最近のっていうか前言われたのは、母親からその東雲さんの番組で、あんた東雲さんの番組ですっごい落ち込んで何してんのっていう、しっかりしなさいよっていう。おたくましいお母さん、本当にしっかりしてそう。だから本当に席のところもちょっと気遣ってちょっと間開けちゃっていた時に、あんたなんで間開けてんのって言われたりとか、しっかりしなさいよ。すごい、よしきさんのお母さん、すごい、お世話に、よしきさんお世話になってます。はい。そうなんだよね。そう見てるんや、ちゃんとお母さん。いいですね、なんかそういうの。これね、本当にあって、共演者のお母様とかお父様がたまに私の特典会に来てくださる時あるんですよ。あ、すごい。あれ、顔見たこと誰だろうって。やっぱ大体私ファンの皆さん認知しているので、最近はね、舞台とか出てきてなんかわからない人も増えてきたんですけど、なんか特典会の時とかに誰やろなって思ってたら、あ、実はどこどこで母ですって言われると、うわ、この後トークしにくそうあるんですよね。ちょっと気まずいのはあります。いやでもね、本当になんかそのなんていうんだろう、芸能活動っていうのはやっぱり親御さんがね、応援してくれてるかどうかでだいぶ差が分かれるところもあると思うんで、素敵なお母さんだなと思います、はい、というわけでですね、こんなね、ほっこりエピソードで2周年のね、アフタートークを閉じるという、ね。でも、それが逆にいいと思いますよ。そうそう。で、いうことでね、これからもたくさんの人に愛される番組を目指して頑張っていきますので、皆さんね、応援よろしくお願いします。いつもね、応援いただきありがとうございました。そうですね、今までこう24回ずっとね、出てきてくれてる演者さん、いろんな方がいらっしゃいますが、本当に感謝してます。私一人はとてもね、番組などはできないので、皆さんがいてこういうね番組が成立してますので、いろんな方面に感謝して、これからもっともっと面白い番組になるように頑張っていきます。というわけでですね、とりあえずよしきくんとみすずちゃんと私を、まだフォローしてないよという人はですね、インスタとツイッターをフォローしていただいて、まだ番組をフォローしてないよという方はぜひ YouTube チャンネル登録とツイッターもね、ございますので、ぜひポチッとしていただければ嬉しいかなと思います。私たちも成長していくので、皆さんもきっといろんなことを乗り越えていくんだと思うんですけど、私はね、ファンの皆さんとリスナーの皆さんと一緒に素敵な年を取っていくことが一番私の中での楽しいことの一つなので、芸能活動していることのそれが皆さんにも伝わればいいなと思います。はい、というわけでね、2周年なんでちょっと真面目にコメントしてみたんですけど、はい、いかがでしょうか。はい、というわけでですね、はい、東雲あるある、時間が押してるので急に終わるというあこれ東雲あるあるって。はい、というわけでですね、14分十分だと思います。はい、というわけで、はい、終わります。はい、というわけで、皆さん最後までご覧いただき、ありがとうございました。初めての方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。